マルカン、マルカン百貨店、株式会社、マルカン百貨店は岩手県花巻市に本社のある日本の百貨店の一つ、地方の小型百貨店、通称、マルカンデパート、スーパーマーケット、レジャー施設等を運営するマルカングループの中核を成していた。株式会社、マルカンは1959年4月2日に設立、1973年に、 花巻市場町に、丸館百貨店を構えた。1977年2月に、百貨店部門につき株式会社、丸館百貨店が設立された。丸館百貨店はかつて、北上市、水沢市にも進出している。水沢店は大食堂も兼ね備えた、百貨店として営業していたが閉店。北上市の店舗は、従前より、市内やその周辺にある、 中学校、高校の制服、運動着の販売店、スクールショップマルカン北上店として出店していたが、2018年夏に閉店した。2016年6月7日をもって、花巻市場町の店舗を閉店した。なお、株式会社、マルカンが、花巻市内で経営しているアルテマルカン、桜台店などは営業を継続している。大阪市に本社を置く。 ペット関連商品会社、株式会社、マルカンとは関係ない。花巻の老舗で、馴染み深い周辺市民が多く、大食堂は、曜日、時間を問わず賑わっていた。地下食品売り場はスーパーマーケット型の売り場となっていたが、2011年2月20日で営業を終了した。以後、地上8階のうち6フロアで、衣料品や日用品を販売していた。 2015年夏に耐震診断を実施したところ不適応と診断され、老朽化で部品調達など施設補修が困難であること、改修や建て替えには多額の費用が必要となること、不特定多数の人が訪れる店舗で安全性を確保できないことから存続は困難と判断。 2016年6月7日をもって閉店することとなったが、市内の高校生の食堂存続を求める署名活動や市民からの閉店を惜しむ声の高まりを受けて、花巻市の花巻カモリ社が運営の引き継ぎを検討していると報道された。2016年6月上を待ち、カモリ社、設立2017年2月6回大食堂再開2017年6月1回、 小売店オープン2018年12月、元食料品売り場の地下1階に、花巻スケートボード協会によるダプティメンツップオープン。2020年3月耐震工事完了2020年7月、花巻おもちゃ美術館が開館した。再開された大食堂は、昭和レトロな雰囲気が楽しめるスポットとして、県外からも多くの来店客が訪れる。 大食堂復活までの経緯は、北山航路、丸館大食堂の奇跡岩手、花巻発。昭和のデパート大食堂復活までの市民とファンの一年間、として本になっている。なお、丸館ビル裏の駐車場は、初期は日本の百貨店では珍しく一箇所の上下に二台駐車のできる二段型となっていた。ソフトアイスクリーム六階大食堂の名物メニューは、 高さ25センチメートルの巨大ソフトクリームで全国ネットのテレビ番組で何度か取り上げられている。価格は230円。以前はバニラチョコレートストロベリーの3種類があったが、2021年時点ではバニラのみである。割り箸で食べるのがベターとされている。ソフトクリームだけでなくナポリカツやマルカンラーメンなども人気がある。昭和のレトロな雰囲気を残した。 大食堂は花巻市の名物となっており、中心街は人通りが少なくなっている中、大食堂は常時多くの人を集めている。マルカン百貨店時代は売り上げのほとんどを大食堂が占めていた。注文は食券売り場で食券を購入し、席を決めてからウェーターに食券を渡し、半券を受け取る形式となっている。年中無休であったが、閉店発表以降は、 利用客が殺到したため従業員の体調に配慮し、水曜日が休業となっていた。2020年初か、マルカンビル2階にオープンする岩手県産材を多く、使った0歳から100歳まで楽しめる、多世代交流の体験型技育施設。美術館の内装、家具、おもちゃに使われる木材の大半は、花巻市及び、岩手県内で育ったものを使用している。また、 それらの木材の加工及び思考は、お供木材店や市内を中心とした岩手県内の職人が担っている。ありがとうございます。